っごいうるさかったんですよ。締めはちゃんぽん麺、ちゃんぽん麺です。唇もなんかリップ塗ってないのにモツで潤って、モツで潤ってます。髪の毛ボサボサなんですよ。もうまあまあまあ、ちょっとなんかバイトの店員さんみたいになっちゃったけど、失礼します。帽子かぶった、室内で帽子、失礼します。そうなんです、すごいありがとうございます。どこの店かも知ってます。ひーひーひー、パッパッパ、汗汗の舞い。ツアーありがとうございました。まあメールに大まか書きたいことは書いたんですけど、なんかすごい今日ダンスの先生にも褒めてもらって、なんかいい良かったよって、全体的に良かったよって褒めてもらえて、こういつもはやっぱ何かしら反省するところがあったりとかするんですけど、なんかまあ個人の反省はあるんですけど、まあでも褒めてもらえてよかったですありがとうございました。スタンディングでね、なんかすごい皆さんのね、なんか熱量とかもめちゃくちゃ感じました。うん、楽しかったです、ありがとうございました。昼夜、スタンディングまたやりたいね。しかもめっちゃね、なんかステージ新しくてね、もうなんかツル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 すぎてね、結構滑ったんやけど、なんかそれはそれでターンがしやすくて楽しかったです。明日はね、6周年ブックのドキュメンタリーブック本があるんですけど、それのね、トークショーがあります。オンラインもあるんやけど、30人だけ招待で見れるので、その方たちはぜひぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。はぁ、暑っ、蒸し暑い、早くお風呂入って寝よう。ツアーの写真とかまたね、なんかいろいろ載せたいなって思います。楽しかった、もう美味しいもんもいっぱい食べましたし、やっぱツアーといえば食でもありますから、いっぱい食べれてよかったです。まいちゃんが鼻をずるずる言わせてる。まいちゃんはね、なんかショールームができないからね、ずっと怒ってたんですよ、さっきまで。もう1分か2分前ぐらいまで。クマありがとうございます。ずっと怒ってましてね、もうね、なんか怒り方がね、なんかブスというか、なんか言葉尻が強いんですよね、まいちゃんって怒り方。なんか黙れー、うるさいー、するなーみたいな。それをね、さっきエレベーターの中でね、ずっと聞いてて、それ言っていいって言ったら、瀬戸内のメイキー事件ねって言ってました。そんな怒り方をする人は令和にいるんでしょうか、本当に。クマありがとうございます。クマさん、まいちゃん自転車に引かれたらしい自転車に引かれて、昨日なんか自転車に引かれたらしいんですよ。でそれを今日みんなに言ってて、でなんか私にも言ってきてね、体幹が、自転車に引かれたけど体幹が強かったから転ばなかったって言ってきて、もう今すぐダンスの先生に伝えたいって言う話してみて、なんかダンスの先生がよく体幹を意識して踊りなさいって言われるんですよ。で今日朝ダンスの先生に会った瞬間に、自転車に引かれたんですけど体幹が良かったんで転びませんでしたって言ったら、ダンスの先生がウィーって言ってた。交通事故それな
シコですよ。うん、すごいね、まいちゃんのエピソードトーク一個増えてました。事故、それな、皆さんも気をつけてください。自転車といえどもひかれそうになったら気をつけてくださいね。交通安全のあの強化月間です。いやー美味しかったな。なんか明太子とかあのね差し入れとかでねいただいたりとか、すごいあのめちゃくちゃ美味しかった。本当になんか福岡ってしかもさ街並みもすごい都会ですよね。なんかびっくりする。なんか私は福岡お仕事で来る機会はあっても駅しかなんか行かない、駅かもうドアトゥードアっていうかタクシー乗って現場みたいな感じなんですよ。だからこう改めてこうそのライブハウス行くまで今日の会場とか行くまでとか街並み見ながら、今日はなんか天神、会場が天神だったんですけどめっちゃ都会やなって思いました。なんか住みやすさランキングとかも1位らしい。すごい明るいし東京みたいな、東京とか大阪みたいな、うん、タバありがとうございます。熊タワ抹茶にごさんありがとうございます。サングラスの熊タワ、サングラスでいつ君はいつだって眩しくてちゃんと見えなかったんだ。グローリアデイツ、今日サングラスデイツ、サングラスかけて戻ったらここにこのおでこにかけてたのに踊ってたらどん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 あの下がってきて装着しちゃいました。もうめっちゃタイミングだった、サングラスもう落ちてくるみたいな。すごいね、今日はレアなサングラスデイツでした。うん、ありがとうございます。楽しかったです。次は名古屋、来週です。名古屋よろしくお願いします。名古屋はね 2日間、しかも1公演なんですよ。なんでまあ多分皆さんもしあのいつもね昼も夜も来るよみたいな人とかは体力的にはまだ落ち着けるし観光も行けるんじゃないかなって思います。私もな、まあ名古屋に2日間も入れて嬉しい。頑張ります。うん、名古屋ピオリンが、ピオリン、ピオリン食べたいな、食べたいし、あのなんかカフェみたいなのにも行ってみたいな。いつもなんか時間なくていけない。頑張って、頑張ります。ありがとうございます。へへへへ、つまぶしもモーニングももうね、うん、全部食べたいね。うわ、まっちゃん2号さん、またまた熊タワーありがとうございます。当てましょう。あなたは今きっとライブ終わりに飲み会をして酔ってますね。私の勘は当たります。そういうことですね。酔ってるからタワーを2個も同じ日に投げちゃったんですね。私の勘はこういう時当たります。クイ名探偵ポキオです。
まあそういう日があってもいいとは思いますが、お金の価値をもうちょっと大事にした方がいいですよ。その通りです。うわ、ほらすごいよね、信じられないもん、もう信じられないで、信じられへんで、ポンポン小娘に、にピッ、もう指先一本の課金。でも私も多分人のこと言えないんですけど、最近ちょっと落ち着いてきて、私もね本にめっちゃ課金するんですけど、一番高い課金パック2万9000円パックみたいなのを毎月買ってたんですけど、もうね最近はね、なんか欲しいなって思ってもちょっと我慢して、次の日まで本当に読みたいか一回悩まして買うようになりました。皆さんにとってのアイドルが私にとって本っていうか、まあ漫画とか小説とかなので、そこはもうね妥協はできないんですけど、最近はね一回ちょっと考えるようになりました。タワーより高い課金やん。いやでも還元率がすごいから、その一番高いパックで買ったらすごいポイントも増えるしね、ポイントも増えたら無料でも読めたりとかするし、しかも一冊はだいたい400円くらいだから、はい、そう最近ねめっちゃね面白い小説読んだんだけどね、ちょタイトル忘れちゃったからまたおすすめしよう。この間はね600冊以上って言ったんだけど、750冊ぐらいになってた、今日見たら電子書籍の冊数、総数みたいな、うん、1個のアプリが750で、もう1個のアプリとなんか3つぐらいアプリ使ってるんですけど、もう1個ともう1個はもうちょっと下の方、多分100とかそんなくらい。まだそんなそんなね、誰にでもそういう部分はあるけど、まあそれの部分にね私が該当してくれたのはまあ嬉しいです、ありがとうございます。ツアーもね結構ね自分の方のことは分かりましたよ、ペンライトとかうちわとか分かりやすかったです、本当にありがとう。まあ私のことを応援するついでに自分の楽しみでね、いろんな、ね、全国ツアーとか来てくれる人は観光とかして美味しいもの食べて帰ってください。ありがとうございました。そろそろもう終わりの時間が来ました。お疲れ様でした。明日はトークショーよろしくお願いします。ありがとうございました。タワーのお礼はまた後日させてください。ファンクラブ申し込み始まった。ファンクラブね、私の私物のいらないやつねプレゼントするの OK かもって言われた、いいんじゃないって言ってもらいたいんやけど、この帽子とか結構もう新しいの買おうかなと思ってるから、いります？いらないか。ちょっと履き古いからな結構。お疲れ様でした。終わっちゃう、バイバイ、ありがとうございました。 T シャツとかもいらない、これ男の人でも着れるよ、マウジーと X ガール、どう？バイバイ、お疲れ様でした。ツアーありがとうございました、楽しかったです、バイバイ。お腹いっぱい、もう幸せ、寝れる、バイバイ、おやすみなさい。
明日よろしく。明日待ってます。ありがとう。お疲れ様でした。59分だ。もうすぐ終わります。ピースピース。意外とね、12時になっても